というわけで、時間になりましたので開始したいと思います。よろしくお願いします。お願いパチパしまチ。す。パチパチ。はい。シビックテックオンラインアカデミー、始まりました。第5回になります。今日のテーマはですね、シビックテックと地図ということで、はいはい。まあ、地図といえばこの人ですね、謎の人に来ていただきました。古川さんに、はい。お越しいただいております。コードフォー札幌もやっているんですけれども、まあ、そのコードフォーの活動する前から僕は知り合いでして、まあ、地図関連の面白い人として認識されているんじゃないかなというふうに思います。というわけで、古川さん、ようこそ。よはい。よろしくお願いしまろしす。くお願いお願いしします。ます。プレゼンの前に簡単にちょっと自己紹介いただいてもよろしいですか？そうですね。今、札幌に住んでまして、で、コードフォー札幌とか、あとコードフォージャパンさんもお手伝いさせてもらってます。あと、まあ、プレゼンの中でもちょっと触れますけど、まあ、地図とかいろいろやってます。で、ただやっぱり、並み居る諸先輩方を差し置いて、なんか私がやるのは大変おこがましいこと極まりないのですけれども、まあ、なんか、シビックテックに役に立つ地図のちょっとした情報とかお話ができればいいかなと思って、今日頑張ります。よろしくお願いはしい、ます。よろしくお願いしします。ます。パチパチ。はい。今日は、Zoom の方で、何名か参加いただいてます。皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。チャットの方、Zoom のチャットの方でですね、いろいろ質問やですね、ツッコミ等、お待ちしております。で、質問いただいたらこちらの方で読ませていただいて、古川さんにいろいろ聞いていきたいなと思っております。はい。よろしくお願いしまよろしくお願いします。はい。す。はい。古川さん、結構ツッコミがないと寂しくなります。ぜひ はい。です。よろしおく。願いしまはす。い。はい。というわけで、早速ですけれども、今日シビックテックと地図というテーマですね。で、簡単に、プレゼンテーションの方をですね、していただきたいなと思っております。はい。まず、お母さん、よろしくお願いはしい。まよろしくお願いします。ですね、結構、さっきまでギリギリで作ってて、す。は割れながら受けるんですけど、あて面白い時じゃなくて、ぎゅうぎゅう詰めですが、ちょっとやってみますね。で、ちょっと待ってください。よいしょ。画面共有、画面共有、よっこらしょと。はい、OK です。では、ちょっとお話をしたいと思います。これで出ましたかね。はい。じゃあ、よっこいしょ。まあ、結構他のとこでいろんな話してることとかを全部くっつけて、話をした。あ、見えてます？大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい。ということで、よいしょ。シビックテックと地図ということで、話をしたいと思います。で、まあ、かなりテーマ大きいなと思いながらも、いろんな、まあ、ちょっと関連するものをやればいいかなと思ってやってます。よいしょ。おっと、失礼。こうですね。で、まあ、何者なのって、まあ、いろんなところで出してますけど、まあ、全部読むとだるいんで、いろいろやってますって人です。で、まあ、所属のコミュニティとか会社とかも、まあ、こんな感じで、まあ、ロゴ見れば、ああ、あれみたいな感じになるかなと思います。で、よいしょ。ね、まあ、最近ネタといえばこういうものを作ったりとか、あと偉い人に渡したりとか、なんかこういう怪談をしたりとかですね。あと、まあ、謎のコピーを最近作ったりとかっていうのをやったりとか、まあ、芸人かって言われるんですけど、あと、まあ、スライドネタもちょっとやったりとか、そういうのをやってます。で、まあ、会社、ミエルネっていう会社をちょっとやってまして、主に何やってるかと、データとマップを扱うものですね。じゃあ何やってるんですかっていうと、まあ、地図と何かっていうふうな、コンテンツとかシステムを作ってます。なので、まあ、基本的に、GIS と言われる、地図の位置のデータですね、の中、いろいろもにょもにょしたりとか、そういうのをお客さんに提供したりとかいうお仕事をしています。で、まあ、最近ですと、その行政機関さん向けの QGIS のパッケージとか作らせてもらったりとか、ミエルネ地図って言われるこのオープンストリートマップベースの、コンテンツを作ったりとかしています。で、まあ、シビックテック的な活動のちょっとお話をしたいと思うんですけれども、まあ、コード札幌とかですと、まあ、ここ最近、まあ、がっつりプロダクツを作ってるというか、まあ、ちょっとイベントいろいろやったりっていうのがあって、例えば、台湾のドンポさんって方をお呼びして、インターナショナルオープンデータのセミナーをしたりとか、ソーシャルハックでもちょっと
参加させてもらったりとかしています。で、あと、まあ、この間もありました、これ去年の様子ですけど、IODD やったりとか、そうですね、先日の様子はこういうの、まあ、集合写真ちょっと別のとこあってあれでしたけど、まあ、割と20、30人ぐらいかな、人、きっと集まって、いろんな、ちょっと一歩進んだワークショップとかできて、すごく良かったです。で、今からのお話なんですけど、シビックテックと地図ということで、まあ、今からお話しするお客様の想定って僕たちいつもやるんですね。だいたい主催者の人、どんな人来るんですか、どんな人来るんですかってすごい大事なの で、とりあえずこういう人かなと、あんまりなんかさっきの ID 見てても、割と初めて見る方も多かったので、シビックテックなんか地図が役に立つのとか、地図活用してみたいとか、うん、よしお父さん頑張って明日かなんかとかしちゃうぞっていう人がかなとは思ってます。で、ちょっとアンチパターンですけど、なんかほにゃほにゃの拡張子がたくさんあるとか、俺の最強の地図システムについてとか、プラットフォームのっていうのはちょっと別に今日は話しませんので、そういうのをご期待されている方はちょっとまた、後ほどこしょこしょと来てください。で、シビックテックと地図ということで、まあ、今ちょっとお話しするのは主にこの2つです。地図って重要なんですか、あとこれらを支える要素って何なんでしょうというのを、まあ、割と概要的なことになるんですけども、ちょっと言ってみようかなと思います。で、地図って重要なんですかという話なんですが、もともと私何をやってたかっていうと、1998年とかっていうと、結構どこでも見出してるんですけど、動物の研究とかやってたんですね。で、まあ動物に、まあこれはやらせですけど、でも発信機とかをつけて、まあ無線機で追うような仕事をしていました。で、まあ仕組みとしてはこういうもので、鹿ちゃんがこういうふうに発信機をつけてうろうろしてると、まだ GPS も何もなかったので、端っこから人が行って、で、角度を取りますね、方位の角度を取って、で、なんか何十分以内ぐらいビャーッとこう移動して、右から左とかに東から西に行って、また方位の角度を取ると、そのクロスしてる地点におそらく鹿ちゃんがいるであろうというふうなことを、何ヶ月もやるというなかなかヘビーなフィールドワークをやったりしてたんですけども、で、これでまあ多分一番最初のハテナってこれなんですよね。どこ、うん、どこにシカちゃんいるのと。でもそうするとさらに何がわかるかというと、いついたのかとか、何があるとか、なんでとか、誰ととか、どんなやつとかっていうのも全部一緒くたにもわかるというかわかるですよね。で、じゃあここで、まあポイントになるのもだいたいよく似たような話で、まあ、皆さんご存知の札幌保育園マップって2014年ぐらいから押さえていろいろやってるんですけれども、こうやって保育園の場所が、まあ、一度に分かるもので、多くの、シビックテックの方が、フォークして GitHub から、作ってもらってますが、こういうものとかも基本的に、やっぱりそのどこっていう視点がすごく大事だったわけです。で、まあ、皆さん大好き久保さんとかとこう私たちわちゃわちゃやってたんですけれども、今日ご覧になっているコードフォーサッポの鈴木さんとかも一生懸命やっていただいたんですが、ここで僕フライヤーに一番フライヤーというか案内 のテキストに書いたのこれなんですよ。子どもどこに預ければいいのかと。で、僕自身もすごく子どもとか行った時とかにとか周りの方とか話聞いてたら、やっぱりどこに預けるってすごい重要なポイントだったんですよね。で、ここでやっぱりウェアの話が出てくると、で、まあ厳密にはシビックテックではないですけど、シビックテックアプローチとかコードフォーの、まあ、メンバーがちょっと関わっている、ヒグマップっていうものもあるんですが、総務省の地域活性化大賞の優秀賞とかいただいてありがたい話なんですけれども、何やってるかというと、まあ、要するに情報、ヒグマさんが出てきた情報をすぐ共有するとか、いわゆるアレの標識をさっと作ってくれるとか、で、業務効率化できるっていうんですね。で、まあ何回で6年ぐらいも今入ってるんですが、で、まあ、来年度ぐらいからまたいろんなところでちょっと増えそうではあるんですけれども、ちょっと長く噛んでます。で、そこで、これ山田さんのスライドをちょっとお借りしてきたんですけども、まあ、さっと入れてすぐ出せれるよっていう、まあ、割とシンプルだけど、みんなが助かる系のものです。で、ここでまた地図の問題が出てくるんですよね。とりあえずこれどこやねんと。
これ、ヒグマップができる前の話なんですけれども、うん、とりあえずスクショで丸つけてくるとか、でこれどこのカードかよくわかんないとか、あと、これも実際、まあ、なんちゃってで作ってるけど実際にあった話で、うん、Excel とか PowerPoint に一連地図とかベタッと貼ってで送ってくると、そのあれってウィンドウのサイズはいくらでも動いちゃうので、オブジェクトが海の上に何か熊が出たっていうことになってるとかですね、うんうん、そういうこともなってるので、ちょっとこれまあアハーっていうのはあります。でまあやっぱり独自にやりすぎてジムが混沌としてるっていうのは、やっぱり場所に関してもそうで、やっぱりどこっていうのは非常に大事な話だったわけです。でまあちょっと戻りまして、もうすぐまあ8年経ちますけど、311の時とかっていうのは、多分まあ僕と関さんとかちょっと最初に絡んだとこの辺だと思うんですけども、震災インフォとかって大体3ヶ月ぐらい僕の中の人もちょっとモデレーターをやってたわけで、でもやっぱりそこでちょっとベースにあったこれですね、ウシャヒリっていうそのオープンソースのソフトウェアですよね。でこれも基本的にその危機情報がどこで、もともと暴動がどこで起きてるかっていうのをニーズを満たすためのオープンソースだったんですけれども、でそこでも大事なのはやっぱどこであるかと、うん、ウェアどこだと、どこで暴動が起きてるのか、どこで救難要請が出てるのか、お水が欲しいって言ってる人がやっぱどこっていうのはすごい大事であると、うん、で、まあ、最近の話ですと、まあ去年の豪雨とかでも、まあ、これ関さんとちょっとお借りしてますけども、まあどこって分かったところで、これまあ Google マイマップで皆さん作って、やっぱりこう大変になっちゃうというのがありましたよね、うんうん、でまあやっぱりそれすぐ印刷できる、すぐおばあちゃんに届けるってすごい大事な話で、でこれももともとやっぱりよいしょ、どこをちゃんと届けるっていうことはすごく大事だと思っています。でまあこのようにいろんな例もあるんですけど、やっぱりどこっていうのは、まあ、シビックテックとかその関連の、プロジェクトでやっぱり重要な視点で、やっぱり、まあ、震災後だったらちょっとしたつぶやきとか、保育マップだったら住所一覧しかないよとか、あとまあ適当なヒグマップの場所とか、あと印刷してもなんかあれっていうところから、やっぱりちゃんとした地図とデータベースシステムも含めてですけどもっていうのを作ろうよっていうことで、あとそれがまあ自分たちごとというか、やっぱりそれどこが分かればじゃあはっきりするよねっていうふうに次のアクションが取れるっていうのはちょっと重要な流れかなと。もちろんなんか地理学とか地図学とかやってるもう諸先輩方から言うと、そんなの今頃って話なんですけど、まあ、僕のちょっと経験的な話で、ね、恐縮ではあるんですけど、これはやっぱりつぶさに見てきたなんか実感としてあります、うんうんうん、でやっぱり場所ってみんな刺さるんだなと。やっぱり自分の生まれた場所とか熊が出た場所とか自分の子供を預ける場所って、やっぱりそれはすごい大事、それはやっぱりシビックテックでも大事かなと思ってます、うんうん、ということで、やっぱり地図って重要なんですかってお話を今一つしました。で、あとこれらを支える要素って何でしょうかっていうことになるんですけども、で、これ、最近の出来事はでかかったっすよねって、関さんに聞いてみたいんですけど、うん、3秒で入ってます、これぐらいでっていう。はい、1、2、3、はい、終わりですね。はい。これですよね。ああ、はいはい。これよくある絵ですよね。やっぱり、そういう技術的革新で一番よく僕好きな引用される絵ですけど、2007年にこれが出た。iPhone が出ましたよね。で、あと関連して、やっぱり Google Maps が2006年ぐらい出たっていうのは、これはやっぱり技術的なお話ですごく、イノベーティブというか、まあ革命だったというわけです。でこの2つとかまあ見てると、まあでもやっぱりビッグな話は僕の中いっぱいというか、まあそれはそうだよねとか、ビジネスがはいどうぞどうぞなので、うん、まあそれはまあそれで良いんだけども、じゃあでもうちょっとこうシビックテック寄りというか、他のとこで何があるかという、これまあ私大学とか行った時とかの話なんですけど、学生ちゃんと話してて、これからなんだろうねみたいなちょっと言ってたらですね、この間言ってたんですけど、OPQR ですねとか、 OPQR って何かと言って、うん、まあこれはもうこじつけなんで別にエビデンスがあるわけでもなくて、その場の話ではあるんですけど、まずオープン、うんうんうん、Python なるほど、そして QGIS、 ほうほう、
そして DR、つまりスタティスティック R ですね。あの統計ソフトの R、これで OPQR とか、じゃあ M は O 何なんですかとか、S は何ですかって、それは知りませんけど、とりあえず OPQR いいよね、みたいな話をしてて、で、あ、これ、あ、大事だよね、とか、これあると、まあ結構食っていけるなっていうのが最近の流れですね。やっぱりこの4つ極めてたら割と皆さん学生さんでも理系だったら割といいよねっていう話はしてました。でこの中で重要なのはオープン、さらに重要にしたいと思うのはオープンで、じゃあシビックテックと地図を支えるオープンって何か、支えてきているっていうのは何だろうかっていうと、まず皆さんの大好きオープンデータですよね。でこれがあることで一つのやっぱり、大きな変革が起きた、まあ、いわば良いお魚良いお野菜がどんどん手に入るっていうことです。しかも無償でオープンでっていうこと、これ大事でしたよね。あとオープンソースで、オープンソースのやっぱり GIS のソフトウェアっていうのはすごくこの10年ぐらいでむちゃくちゃ増えたとっていうのはあります。みんな大好き中 GIS であるとか、あのウェブベースのものであるとか、ポシスもそうですよね。なので、まあ、よく切れる包丁がオープンでフリーでポコポコ手に入ると、はい、であとやっぱりみんな大好きオープンストリートマップ、でやっぱりあのみんなが気兼ねなく使える背景図である。もちろんデータベースの側面も持ってますけれども、素敵なお皿とかで、それにまあ参加もできるっていうことですよね。もちろん、テーブルクロスでもいいんですけど、そういうのが揃っているっていうもの、であとオープンコミュニティ、つまり愉快な仲間たちがいるからどんどんできるっていうことですね。あのこれはこあの細掃除北海道の小樽ビール、セッションって有名ですね、そうです、ということで、やっぱり今シビックテックと地図を支えるオープンってこの4つぐらいっていうのは結構なんとなく思ってて、で大事だよな。あとデータとかツールとか背景、まあ背景です。もちろんデータベースもあるけど、まあここで背景とかですね。あと人っていうのもやっぱ大事だよねって。でそれに支えられてるし、僕らも多分僕も関さんも他の人もそういうところに何かしの形で噛んでるかなと。でまあ、やっぱり参考になると、やっぱあの、まあ、オープン万歳とかオープンゲリじゃないんですけど、でもこのオープン原則ってやっぱ面白いことを言ってて、この5つの点っていうことですね。それは多分シビックテックと地図においても全く同じようなことかなというふうには思っています。これね、あのあれですね、台湾であの人がやってたやつですよね。ホットの人がヘザー、ヘザーさん、そうですそうです、ヘザーさんのやつです、このスライドとても良かったです。でということでまとめですけども、やっぱりまあいろんな、プロジェクトとかいろいろありますけど、やっぱり場所ってみんなに刺さるよねっていうこと、あともやーっていろいろあるけれども、やっぱりオープンであることってやっぱ強いよねというのは、やっぱり地図のその分野でもすごく、位置の分野でもすごくあります、あともう一個、まあ二つだと寂しいので、なんかもちろんいろんなあの材料あるんで、お家で地図こさえてみようぜというのはちょっとおすすめです。あのなんかできるんだってねとか、すごいんだってねとか、やってくださいって言わなきゃ、今いやできますからとか、ウェルカムですからというふうにはいろんな人に言ってます、っていうと、ちょうど昨日こんな事例があって紐付きの中久保さんとかがちょっと相談してたから、はい、OSM の書いたのなんか QGS でこうやれるんだよってモニョモニョとしてたら、なんか思ったより面白いかもって、ああなるほどって、これ別に書かしたわけでもなくて、本当にああってこれはありがたいなとは思いました、でしかも10分前にこれ使うよって言ったら OK って言ってすぐ来たんで、さすが中久保さんと思ったんですけど、まあ、でもこれあのすごく最近の取れたてほやほやの感想かなと。他でもまあ QGIS とか他の GIS 系のことを触ってる方とかもすごくこういうのをおっしゃってますよね。ということで、お家で地図こさえてみようぜっていうのは面白いかなと、ということで、まあ、簡単にまとめですけども、この3つ、場所ってみんな刺さるねとか、オープンであること強いよねとか、お家で、地図こさえてみようぜっていうのはなんかやってみたらいいかなって、ちょっと今日考えてたことです。なるほど、はい、以上です。はい、ありがとうございます、はい、パチ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 、はい、皆さん質問等ありましたら、ぜひ Zoom のチャットの方に、コメントいただければというふうに思います。はい、早速1個入ってますね。マニアックライトな質問から来てますけれども、オープンソースの説明に出てきた NHK のどーもくんの地図食べてるのは何のソフトですかって書いてある。あれなんかオープンレイヤーズ3の、でもね、なんか公式マスコットじゃないんですけど、まあオープンレイヤーズ3に時々出てくるんですよね。でもなんか、もう一回見せれます、はい、あれね、
あるかな、なんかね、そうそう、まあ、たくさんの地図レイヤーをパクパクしてますよっていうやつで、そう、なんかね、思ったんですけど、僕はああいうソフトマーク評論家になろうかなとか思ってて、ああいう可愛いやつもっとあるといいなと思いましたね。ちょっと待ってください。これ、はい、ちょっと待って、よいしょ、こらしょの、おっと、どこしょ。で、これ、ちょっと横が。ああ、これね。こいつね、はいはい。これでも公式じゃないかもなんですよね。見たことない。ですよね。僕は個人的に好きなだけっていうわけですけども。まあなんかレイヤーとかデータをパックンチョしてくれるよってなんかよくできたあれかなとは思ってますね。うん、ですです。ありがとうございます。はい。はい。じゃあちょっと僕の方からいくつか質問をしていきながら、皆さん質問を受け付けたいなと思うんですけれども、まあ、実際あれですよね、その地図を使ったプロジェクトって結構本当にいろんなところで、うん、出てきますよね。はい。はい、で、とはいえ、その難しいんじゃないのみたいな、ところとか、まず なんかその、どうやって学べばいいかよく分かんないみたいな、結構あるのかなと思うんですけども。何かやりたいなと思ったときに、何から手をつければいいんですかね。結構よく聞かれますよね。で、まあ、前の市川さん の僕、ワークショップとか見てて面白いなと思ったら、いきなり QGIS 開かんでよろしいっていうのはすごく一つの手だなと思ってます。うんうんうん、とりあえず、白紙でもいいんで、とか白地図になんかクレヨンでも何でもいいから、うんうん、ここに何かが集まってるらしいとかっていうのをバカバカ書いて、そこでなんかイメージを膨らませるっていうのは一つのアプローチなのかなとは思いますね。やっぱりスペシャルシンキングってやっぱりその空間的な考えとかその発想っていうのを鍛えるためにやっぱとりあえず中書けっていうか、近所の汚くてもいいから書いて手を動かして書いてみるというのは一つなのかなと思います。そこからもし発想が広がらなければ、はい、まあそれまでですし、あとこういうのもできるかしらってパカパカワクワクするのであれば、じゃあデータを探るとか、割と簡単なツール、QGIS いきなり行かなくても、 ArcGIS もいきなり行かなくても、オンラインなものとかでも今見れますので、そこでやってみるというのも一つかなとは思いますね。なるほど。なんか実際こう参加してみたワークショップとかの中で、はい、これはすごいいいなって思ったのってあります？はいはい。やっぱり未だに面白いのは、なんか取材図って何か、地図、データ地図を作るためのワークショップをやるときに、まあ、どんどんじゃあ、ゴールからちゃんと作っていこうというか、いきなりデータに絡まないで、ゴール、どういう、テーマで何を出したいのかって、まあ、今でもハンズオンでもやるんですけども、ゴール設定からロジックを踏んでって、じゃあどういうデータ、どういう背景、何が必要っていうふうなのを、パソコンほとんど開かないでやっていくっていうのはとても面白かったですね。それ今時々やってるのはやっぱりワークの、自分たちでやるワークのところで、今思ってる課題とか問題に対して、じゃあどういう図化をすればみんなが刺さるのかっていうところから穴埋めをしていくっていうふうなやり方のアプローチは割と、そうするといきなりツール動かせるみんな割と素直にいくんですよね。うんうん、のがあるかなと思います。なるほど。うん、まあ、さっきのそのプレゼンの中でも地図は刺さるっていうのがあるけど、まあ、刺さるのと同時に結構誰でも理解できるっていうのはいいですね。そうですね。乗せるみたいな。そうですね。うん。それは本当に紙だけでもできますしね。うん、そうです。なんか一番最初に自分家書いてみようとか、自分の住んでる町を、うん、なんかバッテンでもしてみようっていうのは、一番やっぱり、うん、なんか自分ごと自分たちごとになっていくんじゃないかなというふうに思ってます。コードフォージャパンのいろんな地域の中では、まあ、ワークショップ、よくやるワークショップの中の一つとして、マッピングパーティーと言われる、
ものがあります。はい。はいはい、で、まあ、ちょっと知らない人のために説明をしておくと、まあ、いろんなパターンがあるんですけど、まあ、要はそのみんなでその地域の情報なりを集めて、地図に落としたりとか、ウィキペディアに載っけたりとか、まあ、そういうような、ワークショップ、フィールドワークをするワークショップのことを、マッピングパーティーというんですけど、それについてなんか、どう思いますか？どう思いますかね？でもとても面白いなと思ってて、実際に自分でもやったりとか、うん、運営したりとか、うん、参加したりとかしてますけど、うん、やはり調べることは、調べるとか作ることはやっぱり地域を知ることにつながるのを、うんうん、まあそれはウィキペディアタウンもそうですけれども、うん、そこに参加がやっぱりできるという点では非常に面白いなと思いました。うんうん、であとちょっとそのうち何回書こうと思うんですけど、うん、去年から今年にかけて小樽の町で3回ぐらい連続してやったんですよね、うん、で、まあ、毎回人が変わったりとか、まあ、すごくたくさんではなかったんですけど、うん、そうすると何が起きたかって、まずデータが増えるっていうのが一つ、はいはい、多分倍ぐらいになったっていうのと、はい、あと1回書くとみんなそこに、オフラインで来ないオンラインだけの人もう、あ、なんか書いてんじゃんってまたそこに増えていくっていう風な相乗効果が出てきたりしてきて、なので、あ、意外と同じ場所で何回もやるのも面白いなという発見はありましたね、うん、なので、まあ、結構いろんな効果とかも出てくるので、もし何か可能であればいろんなとこで、自分ちの町がデータが少ないっていうのはそれはある意味ポジティブとかでポジティブに考えれると思うので、そこに出せるじゃないかっていう、うん、なるほど、自分のところが少なければ、うん、そうですね、できる範囲が、うんうん、そうそうです、あれとか、飯田さんとかよく言ったすごく、はい、人口が少ないとこの村をみんなで書こうぜとか、はい、島をやろうぜとか、はいはい、あれすごく楽しそうなので、うん、そのうちちょっと行ってみたいなと思ってます、はい、なるほど、ありがとうございます。うんうんうん、言った飯田さんいるんですね。うわ、あら。ああ、そうなんですね。恥ずかしい。はい。はいはい。なるほど、なるほど。ありがとうございます。はい、あ、いますってコメントが。いつもお世話になっております。はい。はい。はい、まあ、結構、震災インフォとか、広島の事例とかもありました。災害の時の地図って、まあ、よくテーマとして上がりますけども。うん、実際にいろいろ活動参加してるじゃないですか。はい、実際どうですか、ここ数、まあ、東日本大震災以降、いろんな IT を活用した災害対応みたいなのは、いろいろと事例があって、いろいろ試されてきてますけれども、まだまだ、なんかすごくこうやればいいみたいなものが出てきてないなというふうに思ってます。まあ、いろんな課題があって、普段使いの問題とかですね、ワークフローの話とかいろいろあるんですけど、なんか、そこについて何か課題みたいなことって思いついたりしますか？そうですね、やっぱりなんか、ベタですけど、やっぱり、うん、慌てちゃう、まあ、しょうがないんですけど、やっぱりその時に慌てちゃうのは、やっぱなんとかならんのかで、自分自身も慌てながら言ってるんですけど、はい、多分前もそういう災害のワークショップとかで、うん、みんな、何でもかんでも慌てて、その時作りすぎっていうのは、やっぱりよく言われてるので、やっぱり、まあ、それはホットの報告書とかもありますけど、うん、やっぱり、まあ、なんか普段からの、データ作りとかっていうところはやっぱり地道に筋トレをしておかなきゃいけないんだろうなというのは、うん、個人的な感想ですね、うん、そうですね、まあ普段からデータ作りをとか、まあ、そういう、まあ、災害だけに限らず、うん、その地域のいろんな、その情報を収集したりとか、うん、共有したりとか、まあ、そういうふうなコミュニティが確かにできていれば、いざという時も割とそれを下地にね、上の活動ができたり。そうですね。でも、まあ、先日面白かったのは、やっぱちょっとあるワークショップで、やっぱりメディアさんとかがやっぱりデータが、その時ないから、結局出てくるファックスを、うん、
その手が空いてる支局に送って手で打ってもらってたっていう、うん、あのでそれも、まあ、まあ別にあのみんな誰が悪いってあれじゃないんですけど、うん、ちょっとなんとかできたかもしれないねって思って見てたら、この間ちょうど東京 都庁でその LG ワイプとかのデータの共有とか即時性のシステムできましたとか、うん、やっぱりちょっと皆さん課題の持ってるとこは同じだったんだなっていうのは見てましたね。やっぱそこの、うん、あのそれちょっとないとやっぱりみんな独自情報で謎のあれをやってまたあわわわわになってるというのが、うん、この8年ぐらいいろいろ見てて、まあその前からもそうですけれども、やっぱりかなりずっといつまでも課題になっちゃうのかなとは思ってます。はい、ありがとうございます。まあ、結構コードフォー札幌といえば、例えば札幌保育園マップもあるし、まあ、ヒグマップもね、結構有名な感じのユースケースになりましたけど、札幌保育園マップはオープンソースにして結構他のところにも広がっているんですよね。そうですね、20地域ぐらい多くの方が使ってもらってますね。はい、実際今はどうなんですか？ちょうどこの間あの代表の鈴木さんとその話をしてて、うん、あのデータのちょっと、やっぱりメンテ辛いんですよ、うん、もう一言に言うと、うん、で、まあ、ちょっと更新も止まっちゃってるのはそれは確かにちょっといろんな人申し訳ないなっていうのを言ってて、うんうん、ただあとあれまあ、保育園の問題って、まあ、あのお子さんいらっしゃる方も多いと思うんですけど、うん、多分自分たちの問題がピークを過ぎると結構その後割とどうでもよくなっちゃうというのがあるんですよね、はい、うん、で特にその保育園 その争奪戦とかやっと入ったって言ったら、うん、まあ、やっぱり皆さん忙しいっていうかいろいろタスクもあるんで、もうじゃあ余労になってしまってるっていうのはもろやっぱり出てるというのはあるので、うんうんうん、っていう話をしてたらちょっとやっぱり、この間気にかけてる、うん、方がちょっと、うん、連絡を取ってくださったので、うん、少しコミュニケーション取ってみようかなっていうふうにはなってます、うんうんうん、はい、なるほど。結構課題ですよね。結構多くのところで聞きます。そうですね、うん、課題っていうのは、うん、そうですね、喉元、はい、そう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 それもありますね。うんうん、ですね、まあだからこうあれがリレー方式でこう、まあ、他のコミュニティ維持とかプロジェクト維持の話なんですけど、うん、リレー方式になるのはもちろんこの美しいんだけれども、じゃあ同じぐらいのスキルや課題感を持ってるグループがずっと常に毎年入ってくるかっていうと、そうではないことも多いなとは思ってますので、それあの別に僕の中ではなんか公立高校がずっと甲子園に出場し続けるぐらい難しいと言ってるんですけども私立とかならみんなあの何か強くなる秘訣とかいろいろやると思うんですが、うん、基本的に募集団は我々は選べないので、うん、ってなるとそこはやっぱりよく出てくる話ですよね、まあ、うまく行政とつながってね、行政側でデータをオープンデータとして出してくれるようになると、うん、甲子園の世代っていうのは、ね、なくなるんですけど、うん、まあ、あのちょっと怒ってるわけじゃないんですけど、やはり保育園のデータそのものが各地域でまた絡む定義とかなんとかバラバラなので、実は一番かあの他の地域とかで、あこれ使ったらいいですって言ってみんな死ぬのはやっぱりあの CSV 作るところなんですよ、元のデータを、うんうん、でそれがやっぱりちょっとうまく各市町村さんとか都道府県さんとこう整合性を合わせるので、うん、みんなふーってなって以上ってなってしまうのはちょっと、まあ、あのよくある RDF とかの概念だと思うんですけど、はい、まあ、あそこもうそこさえ書き換えれば別にどこでもマップ作れますよっていうふうになるのが理想だけど、うん、まだ5年経ってますけど、まあ、まだまだいろいろ難しいなとは思いますね、うんうん、なるほど。なんか自治体のオープンデータ活用とかで、なんかこういうデータがあったら嬉しいなみたいな、なんかあります？まあでもやっぱり皆さんって、あの今日はあんまり言わなかったですけど、やっぱり住所ですよね、住所地盤は、はい、やっぱりまだまだ最後の砦で、うん、あのジオコーダー今回ちょっと抜いたんですけど、やっぱり住所一覧から緯度経度を引っこ抜くやり方って結構まだ、うん、ほとんどいろいろ、まあオープンで使えるものってあんまりないというか、うん、大変精度があまり高くないというのはずっと変わらない問題なので、うん、ここは
なんとかなりませんかねって、なんとかなりそうでならないんですけど、いろいろ難しいから、最後の砦だなとは思っています。はい、最後かな、最後かな、まあ、分かんない、最後かどうか、はいですね。すごくニーズは高いですもんね、やっぱり住所からこれなんとかなりませんじゃろうかとか、某ほにゃらら API 使って出したんですけど、大丈夫でしょうかっていうのとかもそうですよね。そうですね。はい。なんか、コメントが入っています。保育園のデータをウィキデータに入れて ID を与えて基礎データとして使えるようにするとかはできるのかしらって。まあ、多分、定義、まあ、スキーマの定義というか、多分、カラムとかがちゃんとしてるのであれば、それに合わせて作っちゃうとかいうのも、まあ、ありかなと思ってますし。なので、なんか、そっちができちゃうと、多分、あれですもんね、あの、エンジンというか、描画側の方も、あ、それに合わせて、じゃあ、よろしくやってきて、もう、ぐるぐる回って、結局、みんな、その、ウィキデータの定義に沿って、パカパカやっていければいいよって、まあ、あの、あれですよね、行動選挙方式ですよね。それは一つ、いいアイデアですね。なかなかあれなんですね、その、実際のデータって、実は、データに関しては ID っていうのは実はなかったりするので、うんうんうん、トラッキングが難しいんですよね、うんうんうん、ID。名前とか微妙に変わったりすると、もう同じものか違うものか分からなくなったりする。そうそうそう、それがね、大変難しいなと思ってます。はい。まあ、やっぱり住所から色経度を出すの、本当になんとかしてほしいですけど、ね、そう。コーディングの問題は。で、あれ、まあ、ちょっとどこがあれとは言わないんですけど、やっぱりいろんなとこの講習会とか、ご質問いただくやつで、このサイトで出したんですけどって、結構野良で作られてる方がいらっしゃって、結構 API 叩いて、でこれで落ちてきますって、でもその参照先のちょっと利用規約をちょっとご覧になっていただいた方が良いかと思いますっていうので、基本おすすめはちょっと、うわあはーっていう案件はちょっと最近増えてきましたね。もうこれ以上、こういう名刺出さないよーでお楽しみの、はい、ライセンスって結構ややこしいですね。そうですね、それは、そうそうそう。だからやっぱりニーズはすごくある。でも、やっぱりどうするべきかとか。まあ、あと、お役所側で、まあ、基盤地図情報とか、多分、都市計画の、図面とかがデジタルで持ってたりするので、まあ、それと紐付けするとか、あと、届け出ですよね。関係のものとかがちゃんと位置が落とせるようになったらかなり面白くなるので、その活用とかの面で。そこは、やっぱり、もう少し整備が進めばいいかなとは思ってます。わかりました。ありがとうございます。まあ、こういう名詞がチャットの方で。いや、知らないです。知らない。読まない、読まない。はい。言わないよ。他にもいろいろ、ゲフン。はい。はい、なんか、まあでもなんかすごく見てて思うのはですね、まあ、僕もコミュニティの一員だからそう思っちゃうのかもしれないですけど、地図関係の人って、なんか、すごい楽しそうですよね。ですよね。何なんですかね。何なんでしょうね。そうなんですよね。なんか、いや、ちょっと今回やるのに、いろいろ紐解いてみたら、やっぱり地図コミュニティって結構いろんなとこいらっしゃるな。まあ、関さんもそうだし、飯田さんもそうだし、あと、まあ、東さんとかもそうだし、あと、その他いっぱい、まあ、OSGO とかオープンストリートマップ関係の人とかって結構何かかしらで GO 系の人がいて、で、まあ、コードフォーとかシビックテックのイベントに行くと、ああ、いるいる、どうもどうもって言って、まあ、そこで話し合って、で、しかも彼らって基本、じゃあ仲間を増やそうの姿勢がとても大きいので、親和性は高かったんだろうなというふうには思ってますね。確かに、もともとの地図コミュニティの人、シビックテックだし、結構オーバーラップしてる感じありますね。そうですね、それはやっぱりびっくりするなというのはありますね、はい、僕が思うにやっぱその地図ってやっぱすごいローカルなものじゃないですか、で実際フィールドワークも多いですよね。だからまあやっぱりこう地域とかそういうのにこうバインディングされているのかなという感じがありますね、あとなんか思ったのはやっぱり
デジタルとアナログを常に行き来すると思うんですね、地図って、位置とか。はいはいはい。そうですね。今いいこと言ったな。あれですよね、多分地図コミュニティの中でも、まあ普段 GIS とか CAD とかいじってる人って小数点なんぼとかだとかってやってるんだけど、ね、何万件データベースにぶっ込んでってるけど、でもそういう人でも、例えば、いや、街も歩きが好きだったりとか、うん、おじいちゃんにここ、何この石碑って聞くのが好きだったりとかって、結構、両側の、チャンネルをうまく使い分けてる人、面白いなと思うんですよね。うんうんなんかそれは結構多分シビックテックのカルチャーによく合ってるような気はするかなと思いますね、はいうん、そうですね、うん、チャットの方でコメントいただいています。行政では現状紙ベースでデジタル化するところからという地図がいっぱいありますねですね、はい、この辺は非常にありますね。そこについて何かソリューションというか、うんまあ、紙で運用されているものをデジタルにしていくって結構自治体の中でもいろいろね、ありますね。とか統合型 GIS とかいろいろ歴史があります、うんうんうん、この辺で良くなってくるんですかね、まあうん、よくいろんな方で言うとやっぱりローのデータをちゃんともらうように仕様書に書いた方がいいですよとはサジェッションはしてますね、うん、であとそのデータのまあ、形式もいやまあ僕は耳打ちしてるわけじゃないけど、結局オープンにするんだったらローで汎用性の高いもので、もう、オリジナルとして提出することってやっとくと結局二度手間少なくなるんで、はい、多分今フェーズとしては多分いわゆる僕がまた作った謎のフレーズの持ちから米をが多分あと何年か続くと思うんですよね、うんうんうん、でも多分今度はもう米から米のちゃんと仕様なりシステムでしっかり出せる共有できるようにしていくっていうシステム側のとか仕組みのリプレイス側でもっとやっていった方がいいのかなとは思いますね。ちゃんとまあそういうローデータを意識した形で公開を前提でシステムを検討する、うん、そうですね、うん、僕が最初に持ちから米って思いついたのはまあちょっと前働いてたとこでもう延々と CAD の紙の図面をトレースするって謎の作業してたんですよね、うん、これって元あるやんけっていう風な話になって、うん、そこから持ちから米だよなこれみたいな、うんうん、って言ってそれがもう十何年ぐらいポッと思いついて最近になってまたなんですけど、うんうんってなると、まあ、最近やっぱり中の人行政の中の人とお付き合いを増えるとやっぱりそれは、うん、共有しましょうっていうふうにやっていく方が多分みんな幸せだと思います、うんうんうん、なるほどありがとうございます、うんうん動物関連など学術的な調査に関してはデジタル化されているものなのでしょうか。行政できないかもしれない。はいはい学術、まあ、学術と位置とかの話かなと、はいうん、動物の位置とかですよね、うん、今日ちょっとお話した世界中の、まあ、今バックグラウンドとしてオープンサイエンスって話よく出てくると思うんですけど、うん、論文にしたデータとかあと研究で得られたものデータに関してはどんどん、データベースでも公開しましょうっていう風な流れがあって、私もちょっとそっちは噛んだりはしてるんですけど、うん、それで、まあ、例えば一番簡単なところで言うとアンケート調査の結果が全部論文になりました、それの CSV もここをクリックしたらダウンロードできますっていうのは、その科学の透明性とか、再反証、反証性とかを担保するようなものなんですが、うん、その流れで言うと、じゃあ位置はどうかというと、最近位置のデータに関しても学術データって結構下ろせるようになってきてるんですよね。なので僕好きなサイト、ちょっと後でどこかから引っ張ってきますけど、ああいう動物にこう GPS なんかくっつけた、うん、あれの生のデータがはい、ダウンロードできるサイトとかあるんですよ、うん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 、でこれで書かれた論文はここですってこう PDF とかなったりとか、うん、あとでややもすればそれ持ってきて自分の GIS で、うん、例えばアフリカゾウの繁殖期のこのコアエリアを出してみようとか使えたりするんですよね、うん、
で、そういうものとかも今共有されるようになってて、まあ、あの思想はほとんどオープンデータと同じで、やっぱり公的なその予算で取られたあの研究データとか、うん、あのは論文だけでなく、あの謎の PDF 論文でなく、ちゃんとテキストとか汎用的なものでやりましょうっていうふうになってます。だからそっち側との融合もこれからもっとありじゃないかしらと思ってますね。確かにね、うん、なるほどね、ありがとうございます、どんどんコメント入ってきてますね。非エンジニアさんだけでなく、エンジニアさんでも地図に絡んでない人は案外地図データ知らないですよねと、うん、地図イコール Google マップで、 OSM も地理院地図も知らない人がまだ大多数ですよねと、うん、そうですね、課題ですね、うん、まあ多分使えりゃいいんですよね、みんな本当に多分マスはあの世間の全般はやっぱり特にそこはあまり気になくしてない方は多分大多数なのかもしれないけど、そこにどう刺さり込むかっていうのはいつも面白いなと思いますよね。そうですね、なかなか、うん、まあただエンジニアとかね、その行政の担当者とかそういったまあ、うん、人たちはちょっといろいろ選択としては知っておいた方が、うん、そうですね、ここでも3年ぐらいとか、あのやっぱりウェブベースの GIS とか JavaScript でこのウェブかんあの GIS をっぽい地図をいじるっていうことが結構普通になってきたので、あの放送時北海道とかのオープンソースの GIS の、そういうイベントとかやってると、はい、ウェブ屋さん結構増えてきたような気はしますね、はいはい、でウェブ屋さんの人がじゃあこういうの引きたいんだけどとか、うん、じゃあここでこういうポイントを出すにはどうしたらいいですかって言って、意外とそっち側のマーケットというか使える人の方が多いので、でこうするんですよって言ったら、まあ会社でもちょっとよくあるんですけど、やっぱ埋め込みとかこう調べですって、うん、ああなるほどって言って、あのこれまでやっぱり測量とやっぱりあの測量親父の世界だったところに突然のウェブキラキラクラスターがみたいなことが結構、うん、出てきたりはしてます。はい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 、うん、なるほどね、うん、だからそれもちょっと時間の問題かもしれないし、あとまあ 大転換だとやっぱ某大手さんが、いやうちもオープンにしちゃいましたてへって言って変わると、まあ全部ひっくり返るかもしれないっていうのはあるけど、まあそれはまあなかなかないでしょうけど、まあでも常に多分ニーズはあるから、ちょっとずつでも変わっていくんじゃないかなと思ってます。確かに、はい、あとマップの話でいくと、まあ、地図の話でいくとですね、あの結構面白いのは地図ってあの言語関係ないですよね。うん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 、それはすごくいいなと思って。うん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 、で実際そういうふうに最近感じたのがですね、あのちょうど今台湾と、韓国と日本で、はいはい、もやろうぜって話をしてるんですけど、うんうんうんね、その中で話が出てきて、はい、最近すごい、韓国のその、ちょうどなんかスモックみたいな、あ、はい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 、すごい、もうなんか健康被害が出てるみたいな、うん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 、それでなんか日本とか台湾どうなのみたいな話題があった時にですね、うん、あのちょっと画面共有できるかな、うん、ちょうどこういうあのワールドエアポリューションインデックスっていう、はいはいはい、中国のですね、はい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 、面白いですね、非営利団体が作るマップの見方で、うんうんうん、これ共有したんですけど、うんうんうん、でやっぱ一目瞭然なんですよね、うんうん、日本はまだ結構平気みたいな、うん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 、韓国確かに真っ赤だねみたいな、面白いですね、はい、でこれもやっぱオープンデータ使われてるんですよ、でなので、まあ、こういうようなそのコミュニケーションもう一目で分かるっていうのは、うんうんうん、やっぱ地図って強力だなと思います、うん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 、まあ、地図の方もこれオープンするとマップ使われてますけど、うん、そうですね、あのやはりなんか JS の講習会とかやってて、僕一番場が動く瞬間って色塗った瞬間なんですよね。おお、なるほど。あのもう最近なんかやり方変えようと思って JS とはなんてね、もうやんなくていいんですよあのと思ってていや、まあ叱られちゃうけど、あのまず、まあ、最近やってるのはまず起動しましょうとか、うん、でサンプルのグリグリ動くものを作ってきて色が塗られていますとか、うん、そういうのをやるとワクワクするらしいんですよ、みんな、はいはいはい、でそうするとじゃあ
やってみようかとか、これどういうふうに色変えんのとかいうふうに変わってくるんで、やはりあの人の認識の話じゃないですけど、やっぱり目でパッと見てすぐ分かってっていうのは、やっぱり文字とか仕組みより全然早いので、これはとても良い話ですね。そうですね。なので結構やっぱり、まあ、震災インフォもすごい海外からの問い合わせがすごい多かったんですよね。分かりやすいんで、うん、そうですよね。ただちょっと最近気になってるのは、何でも赤にしちゃう問題って結構あって、ほう、これあの瀬戸さんとも前言ってたんですけど、やっぱり危険じゃないとこも赤に塗ろうと思えば塗れちゃうんですよね。おー、はい、とかこの赤とオレンジの域地は一体何かっていうことが次のフェーズでちょっと出てくるんですが、それはちょっとフェイクっぽい話、ちょっときつい言葉ですけど、ってなると、じゃあやっぱり元のローのデータってすごく大事になっちゃうので、でそれはやっぱりローのデータを持ってみんなでもう一回検証できるよとか、そんなすごいこと、そんな激しい値を赤に塗っていいのっていうのを、いい、まあ、建設的な議論ができるっていう題材にはするっていうのもあるかなと思いました。うん、なるほどね。ありがとうございます。まあ、そのコミュニティ、まあ、シビックテックにはやはり地図って結構役に立つよねって話でいろいろ話をしてきましたけども、まあ、マッピングパーティーとかいろんなツールの話も出てきました。で、なんかこれからやってみたいことみたいなのって何かありますか？これからやってみたいことですね。そうですね、やっぱりオープンストリートマップとかもっといろんなところでできるんじゃないかなと思いますし、まあ、北海道でいうとやっぱりまだ書かれてない、書くところってすごく多いので、はい、それはやっぱりいろんなところでやれるようにできればいいかなと、まあ、あとまあちょっと手前もすで申し訳ないですけど、やっぱりその EBPM も関連してですけど、やっぱり自分の手でツールを動かして地図化、データを地図化するっていうところが多分、まあ、行政の中の人とか、それは多分市民レベルでもそうですけど、全員できなくていいんですよね。まあ、ある程度やっぱりちょっと気になってる人はやっぱできるような、まあ、選択肢を増やしてあげるというのは一つできるかなとは思いますね。なぜならデータもツールも手を伸ばすところにあるんだしと。でもちろん、組織さんで、ベンダーさんのお持ちでしたらそれを使うのも全然こっちは構わない話で、そのベースにあるデータであるとか見せ方っていうのも、多くの人が共有できるっていうのはちょっと多分、でもそれはもうできる段階にあるんじゃないかなとは思います。思ったらやっぱりみんな使い、行政さんとか技術屋さんとか結構前のめりで使ったり作ったりしてますね。それはびっくりです。古川さん結構あれですよね、その行政の人に休日の使い方をレクチャーしたりみたいなことをやってるわけですよね。あ、はい、そうですね、はい。それはなんかどういうきっかけというか、まあ、要はなんかこれ、例えばこれを聞いた人がですね、古川さんに何か教えてほしいと思ったら、はい、どうしたらいいんですか？はい、あ、じゃあ弊社のページにとか、メールで QGS ってやってるとか、ここでパブルあれなのではじゃないですけど、まあでもできる方も他にもいらっしゃいますし、コミュニティにもでも教えれる方もいると思いますので、ただ、まあ心、やっぱり前の僕、市川さんの面白いなと思ったのは、できる、分かる、教えれるの壁があるって言ってて、で、分かる、できる、教えれるかな、多分、はい、JS が分かってるとか、JS ができるって人で、まあ、いるんだけど、そこからやっぱ教えれるようになるって、すごく、もう一段別の話にはなってて、で、だから俺すごいって話じゃなくて、多分、もっと教えれる人を、僕ももっとトレーニングしなきゃいけないと思ってるんですけど、よく言ってるのは、株分けをしてくださいっていうふうにすごく言ってるんですよね。なぜなら、もちろん、コミュニティ的にはそこは多分全然やってもらっていい、もしくはやってくださいっていうエンカレッジをしてるので、
だからそこをもっと重点的に広がるといいなと思った。まあ、きっかけ作りとかあのカスタマイズとかっていうのでレクチャーっていうのはいくらでもできるので対応はできますし、うん、であの僕がずっと多分日本全国とかうちの会社のとこもまるで、まあ、土台不可能な話だからそれはもっと広げてください、うん、あとデータを作ってくださいっていうふうに普及をするのも良い方向かなとは思いますね。なるほどね、うん、確かに教える人がどんどん増えていくとね、そうですね、変わっていきますね。すっごい増えましたね、でもこの5年ぐらいで本当にいろんな講習会も開催されてるし、うん、その大きな会社さんもやってるし、うん、あと行政の方が覚えてやってるとか、うんうん、あれはすごいなんか驚きでしたね。まあそれは本当北さんをはじめ多くの方々の、あの努力があったというのもあるんですけれども、うん、なんか、休日をやってみたいなと思った人、今のこの配信を聞いてですね、思った人は、まず、なんか、参考にする URL とか、まずここを見ろ、みたいな、なんかあったりします？これっていうのはね、ないっていうのは弱いですよね。パッと紹介したいです。パッと、でも、やっぱり、いろんなところで言うと、やっぱり、北さんの本は、やっぱりよくできてるなっていうの、あと、やっぱ、固いというか、まあ、一般的な方ってやっぱ本あると安心するんで、僕らってどうしてもドキュメントとかああいうのって、うん、バンバン変わるからブログとかで漁るんですけど、うんうん、まあ、本は安心するのでそこは一つありかなと。なるほど、まあ、リンクを後でハック MD の方に書いておいていただけると。そうですね、はい、北本はよく言ってるのは、まあ、林業のためのQGS って書いてるんですけど、あれ違うんですよ、林業のおやすさんでも分かる QGS なんで。おお、なるほど。そうそうそう、あ、これ北さんを採用してほしいな。そうそうそう、そういうふうに結構引く本としてはよくできてますし、うん、あ、もちろんうちの朝日が書いた本とかもいろいろあるんですけども、まあ多分その辺は押さえておくといろいろかなと思います。業務で使う林業休日、はい、そうです。使いこなす、確かにこう見ると林業以外の人は買っちゃいけないのかなって思います。そうですね、そうです、そうです。あ、ありがとうございます。まみさん、ありがとう。そう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 。だからよく聞かれる、これ林業向けですから、うち農業で、ね、ダメですよねって、いやいやいや、違いますっていうのが言ってますよね。確かに、もったいない、これは。うん、で、ただ今、北さん、多分ちょっとアップデートしようとして、言っちゃっていいのか、まあ、大丈夫ですね、言ってるので、多分そのうちなんかなるかもしれないっていうのはありますので。うん、わかりました。ありがとうございます。はい、もうあと3分ぐらいしか。はい。もう、実際、まあ、これからやっていきたいことはいろいろ聞きましたと。うん、で、なんかこういうことやってみたらいいんじゃないというようなことで、まあ、各、そのコミュニティに対して、そのシビックテックのコミュニティとか、オーガナイザーとか、なんか考えてる人に。とってなんかやりやすいスタート第一歩みたいなものって何かありますかね。そうですね、まあさっき言ったやっぱりマッピングパーティーとか本当に手軽ではありますし、うんうん、あとその地図を集めるとか眺めるっていうのも一つかなと。これなんでこんなことを言ってるんだろうと。もう一度言います。何を集める？地図を集めるとか、地図を並べて比べてみるとか、そのものですよね、はい。それをちょっと見直してみる。これはどういう意図の？僕は好きなのは商店街の地図とか好きなんですよね。はい、むちゃくちゃ縮尺も何もグダグダなやつあるじゃないですか。はい、山田ガラス商店とか、やたらでかくなってるやつとか。はい、うん、あれはなぜこういうことになってるんだろうっていうのをじーっと見るっていうのが、はい、あれなのかな。全然僕もともと地理も何も取ってないあれだけど、うん、でもまあそういうことでやると結局あれって、うん、そこから出したいメッセージとかいろんなデータっていうのをどう表現したかっていう賜物ではあるので、うんうんうん、でそうするとやっぱりまあ、前の話なんですけど EBPM もあれもそうですけども、これデータじゃあそこに載せるって何とか、多くの人が納得もしくはまあちゃんと話ができるような素材をどう表現するかっていうことにもつながるんじゃないかなとは思いますね。なるほどね、ありがとうございます。はい、まあ本当マッピングパーティー
とか Wikipedia タウンとかそういったものは本当にいろんなところでやられてますので、うんうん、あのもし Code for Japan のコミュニティであればあの僕らとか、まあ、古川さんも含めて、これやってみたいんだけどって言っていただければあの全然紹介をしたりとか、できるのでぜひ。そうですね、なんかあの Code for Japan サミットで前やろうかなって言ったら3分で作る、うん、あの避難所マップとかね目の前でやろうかとか思ってたんだけど、まあとかまあ1枠だけでもいいからオープンデータを使ったなんとかの体験講座っていうのをやっちゃうっていうのも手ですよね、うん、多分みんなそのプールがあったかいか冷たいかどうかわからないでこう尻込みして見てるような状態だったりするので、いやいやもうこうするんですよとか仕組みいいからとりあえず地域のなんかオープンデータでやってみようぜっていうのは結構短縮版でもやったりするので、そうすると広がることもあるし、そうやって仲間を増やすとかそのプログラムぐらいだったら知ってる人もっとできると思うので、はい、っていうのもありかなと思いますね。わかりました、ありがとうございます。というわけでもう時間になってしまいました、はい、何か最後に言いたいことがあればぜひ言っていただきたいんですけど、あ僕関さん初めて見たのはあれなんですよね、ジオメディアサミットなんですよ ね、 あ多分ね、はい、そうだ前言おうとしてたんだけど、はい、そうだ、うん、でしかもパシフィコ横浜でやって、うん、なんかもう9年か10年ぐらい前多分、あはい、だいぶ前ですね、うん、そうですね、そして、うん、あれでしたね、路地がもうグダグダで最高でしたねいや本当に、まあ、ジオメディアサミット多分知らない人も結構いる、あすいません、昔僕がやっていたその Code for Japan よりずっと前にやっていたそのフリーカンファレンスでまして、ジオメディアって勝手にあの位置情報系メディアのことを勝手に名付けてですね、うん、あの始めた、まあ、ある意味こういうコミュニティ活動の原点だった、うん、そうですね、うん、あのもともときっかけがとりあえずこう僕は位置情報関連の会社にいたので、あの面白い人たち集めて飲み会やろうみたいな、そうですね、思いのほか変態が集まってですねそうですね面白すぎて、そうですね、うん、これの中で勉強会みたいなものやろうかって言って企画したのが、まあ、ジオメディアサミットですよね、うん、あの時のなんか感覚というかノリはCode for Japanにもつながってるかなと、うん、そうですね、相変わらずグダグダなイベントいやそこはどうこの配信もとりあえずやってみようみたいな、そうです、はい、まああと多分まあ結局コミュニティの話になるんですけど、みんなどんどんね作っちゃうといいかなとは思います、うん、本当にそれは、ね、うん、やってみましょう、掃除北海道も今、まあはいはい、いろんな幸運が重なって何百人って来ていただけるけど、うん、最初本当に数人の勉強会でしかなかったので、それは本当になんか面白いテーマであるとか、オープンであることの本当にありがたいことであるとか、たくさん仲間がいて、それを多分どこか何かの形で還元するっていうことですね。それはもっとやると面白いかなとは思ってましたね。マストではないけど、多分、まあ、考えながらやってもらうともっと大きくなると思います、うん、確かにあの古川さんがあのプレゼンで言ってもらったように、地図ってやっぱ根源的なものなの で本当にいろんなところにウェアっていう質問が、うん、結びつくし、特にシビックテック的な、地域活動っていうのところだと、うん、本当に覚えると強力なツールだと思います、うん、とあと奥が深いんでめっちゃ楽しいですよねですね、多分あと2時間ぐらい喋ってますねはいはいはい、なので、ぜひ皆さんもこう本当に地図の世界は奥深くてですね、あの先がいろいろといろんな可能性のあるもので、ぜひ興味を持っていただいたら、何か始めていただければなというふうに思います。というわけでちょっと時間過ぎてしまいましたが、はい、配信も終わりたいと思います。本日ゲストは古川さんでした。どうもありがとうございました。はい、どうも、はい、おやすみなさい、はい。